どうも鬼の晩酌です。こんばんは。前回も一度やりましたけども、今日は朝霧駅ね、私の地元帰ってまいりました。めちゃくちゃ雨ですね。いやー、雨の瀬戸内海でございますけども、いやね、まあ今日はですね、この雨を吹き飛ばしていただける素晴らしい勝利ということで乾杯といっちゃいましょう、ね、すいませんね、ちょっとあんまやっぱね、実家今からね、ちょっと明日も大阪なんで、ちょっとね実家今日は泊まることにしたんですけども、やっぱ実家でねどんちゃん騒ぎしてしまうと、やっぱりね、やっぱ老夫婦が住んでますから、ちょっとね邪魔を、睡眠の邪魔をしてはいけませんということで、最寄りの駅からお送りしております。それではお手にグラスはよろしいでしょうか。オープン。あー、いい音。それではオリックスバファローズ、首位ソフトバンクに見事な試合運び、ナイス勝利でございました。乾杯。ね、やっぱビールはすきっぱらですよ、やっぱすきっぱらとその勝利ね、これが組み合わさった時、ビールというのはとてつもない破壊力を増しますね、今もう細胞という細胞にね、麦という麦がね染み込み渡っておりますけども、ありがとうございますね。本当に今日はいい戦いぶりでございまして、すいませんね、ちょっと今日は楽屋で、まあ、出番の合間に見させていただきましたけども、まあ宮城くんがですね、素晴らしいピッチング、いや粘り、まあ、序盤もね4三振から始まったからね、2回で2イニングで4三振飛ばしてるね宮城くんというね、ところでね、そしてね、粘って粘ってのね、7回までということで、いや本当にお疲れ様でございましたね。8回やったままでいったのかな。いやよく投げていただきましてありがとうございますというねことでございまして、そしてまあ序盤はねやっぱりね、ここ最近の流行りと言いますか、一本出付けね、一本が出ない、ねー、あれは出るんだけどね、技ありみたいなのは出るんですけども、一本は出ませんということで、これはいつものやつですかねと思っておったらね、まあ中盤に中川くんが素晴らしいね、同点打を放っていただきまして、そして呉の林くんがやっていただきました。いやここね、最近の呉林くんがようやく思い出していただいたというね、ありがとうございますね。いやー完璧な、気持ちいいホームランでしたね。完璧というね感じでございましたね。やっぱ宮城くんの日は呉の林くんですね、やっぱりね。あのね、政党間お隣さんコンビでやっていただきましてね、同級生コンビありがとうございます。そして、その後ですか、見事に追加点を放っていただきましたね、同じ回ですよね、ラオウから、チーさんね、正隆さん軽減した後の、いや今どっちかって言ったらね、正隆さんよりもラオウの方が怖いけどね、ちょっとね、まあ相手は守りやすさもね考えてということでしょうけどもね、正隆さん軽減して、ラオウ勝負ね、ラオウは今知りませんよ、ラオウ勝負で出ちゃったら知らないよっていう感じでございますけども、見事ラオウが結果に応えていただきまして、ね、そしてチーさんの、いい当たりでしたけどね、あれもね、1、2塁間ゲッツー崩れの間に1点ということで、さあ残りはね、リリーフ陣お願いしますよということでしたけども、近藤のタイちゃんね、まあ1点失いましたけど、まああのね、たまったランナー返しちゃいましたけども、そして平野さんね、
平野さんのね、思わせぶり投法、うん、一回大ピンチ招いといて追いつかれそうな空気を出しといてギリギリ抑えるというね、これはね、あの上等手段でございますね、平野さんの、うん、よくやるのよ、うん、平野さんは、うん、一回ね、一回ランナーをね溜めといて、うん、相手を浮かれさしといての抑える芸、うん、あれもあるよね、あの一回スリーボールにしてから、追い込むというね、平野さん 大得意ね、一旦相手にね、その気にさせるというね、というわけで、私今日はねもうこんな感じでやってますんでね、もうちょっと早めに切り上げたいと思います。すいませんね、ちょっともうびしょびしょでね、うん、まあちょっとだ、私今日はちょっとタクシー乗っちゃっていいですか、もうちょっとね、うん、本来ならねちょっとケチって歩くとこなんですけども、この雨はもういいよね、うん、タクシー乗っちゃいます、うん、奥さんには内緒でお願いします。というわけで、折の晩酌でした。さよなら、バイバイ。